焼酎大好き焼酎バーのブギです。グイッと。この動画はですね、私焼酎大好きブギが宮崎の焼酎を紹介して皆さんに知っていただこうという動画でございます。まあ今回も焼酎紹介するんですけども、今回ですね、ちょっと僕も飲んだことない、ちょっと僕にとっても今日初めて体験する焼酎なんですよ。スッパバン、スキ酒造さんのスキ焼酎、こちらでございます。こちらですね、宮崎県の、自然豊かな山里の小林市、なんとですねこちらの月地区限定で、2012年に、一般発売となった焼酎らしいんですよね。こちら僕もね全然知らなくて、知り合いの方からこちら美味しいよって言われて、今日この動画で、初めて飲むことになりましたので、めちゃくちゃ楽しみでございます。こちらを飲む前におつまみですけれども、紹介していきたいと思います。こちらでございます。ダダン、椎茸。はい、椎茸でございます。もうね、つまみですから、もう綺麗にも調理しなくていいんですよ。もう椎茸の味で焼酎を楽しもうではないかという、ちょっとこちらをね一品作っていきたいと思います。はい、おつまみの方が完成しました。こちらでございます。ババン、椎茸のバター焼きでございます。もともとね、僕もね、椎茸子供の時めちゃくちゃ嫌いだったんですよ。でもね、やっぱね大人になるとね、やっぱ食べ物って変わるんですね。僕食べるのが、早速飲んでいきたいと思います。スキー焼酎でございます。ちょっと楽しみです。いただきます。あ、すごく飲みやすい香り。これ酔っ払っちゃうよこれ。あー、もううまっ。匂いでうまっ。いただきます。これうまいっすよ。これ流行るんじゃないですか、この味。初めてのやつなんで、ちょっと多めに入れてみました。やっぱ最初はロックでいきましょうか。やっぱロックで味わいたいと思います。では皆様乾杯。うわ、うまっ。めちゃくちゃすっきりしてますね。これ飲みやす。これうまい。いや、スッと入りますね。スッと入ってほのかに芋の香りがするような感じなんですよ。めちゃくちゃうまいですよ。で、芋の甘みとコクもあって、これ最高。これ水割りじゃなくていいですね。本当にロックだけで全部いけちゃうかもしれない。まあ、美味しい。バターと椎茸最強ですよ。しかもやっぱ焼くことによって椎茸がめちゃくちゃプリップリしてるんですよ。これうまいわ。なんで子供の時にもっと好きじゃなかったんやろ椎茸。好き、好きだけに。確かに。しかも月焼酎、これも狙ったでしょ完全に。これほんとたまたまですよ。たまたまなんやけども、椎茸今は好き、飲んでるお酒も好き、そんな酔いしれてる私も好き。世界の乾杯をやっていきたいと思います。やっぱりね、お酒乾杯やっぱ世界共通ですので、じゃあちょっといつもの検索をやっていきたいと思います。で、ね、たくさん日本の観光が多い
ハワイなんていかがでしょうか。ハワイ語で乾杯。ヒパヒパ。ヒパヒパ。本当ハワイ語なんですかね。ヒパヒパ。ヒパヒパ。では、ハワイの皆さん、ヒパヒパ。この味好き。はい、というわけで今回はですね、小林市にある月酒造さんのスキー焼酎を紹介したんですけれども、まあね、めちゃくちゃ飲みやすくて、しかも飲み応えもあり、もう僕はね、ほんとね、5本の指に入るぐらい大好きな焼酎になりました。ということで今回はスキー焼酎でしたけれども、また次回ですね、いろんな宮崎県の焼酎を紹介していきたいと思いますので、お楽しみに。それではまた。